率直に今ですね、はい、楽しみですか、それともなんていうの不安の部分も当然あるかと思うんですけど、最初ちょっと不安になるのかなと思ったんですけど、意外とそれはそん、まあ、不安もあるけどそんなに思ったよりでかくないですよ、だから期待とか言われるとそういう感じでもないし、なんか微妙な感じですねぶっちゃけ、まあ、いきなり初っ端がフロリダ2連戦じゃないですか、うん、そうですね、得意じゃないじゃないですか、全然得意じゃないまあかなりキーになると思うんですけど、うん、なんかとりあえずプラとかいろいろやられてたりしてたと思うので、まあ、手応えとかも含めて、手応えはもう分かんないですよ、やってみないと、うん、まあ初戦のセント・ジョーンズはまだその態度ので動きがあったりするんで、うん、まだなんかちょっとまあ絞り込める要素があるかなっていうのはプラ行った時に思ったんですけど、あとはまあスコーニングやっぱ絡んでるんで、まあ本当に自分のやってる場所にバコンってバスが入ってきたら多分バコンって本当釣れるし、あのまあ今までは成績悪かったですけど、まあでもチャンスは絶対あると思うって思いながらやってますけど、はい、今シーズン、まあ、初めてのエリート昇格でなんか具体的な目標とか決めてますか、例えば何位以内に入りたいとか、何位以内って言われるとちょっと難しいんですけど、やっぱり勝ちたいんですよね、1回、うん、それが一番大きな目標ですかね、クラシックに出るとか、うん、まあ、今年出れるし、まあ、とりあえずは勝ちたい、ただ勝ちたいんだけど毎回振り切っててもダメなんで、うん、っていうところですね、しっかり抑えるところは抑えられるようになって、勝つとこで勝てる、勝つべくところでしっかり勝つっていう、なるほど、うん、それが目標ですかね、まあ、2022年も、まあ、日本からたくさんの方が応援してくれると思うんですけども、うんうん、まあ、ファンの皆さんとか、まあ、応援してくれる皆さんに何か言葉をいただけるとありがたいです。そうですね、まあ、ずっとちょっとまあアメリカって結構苦戦してたんで、まあ、そんな中でも、まあ、人によってはなかなか青木ダメだなとかいう声も結構聞いたりしたけど、まあ、そんな苦戦してる中でもずっとやっぱ応援してくれる人はずっと応援してくれてて、やっぱ SNS とかでこう、ね、優勝した時なんかとてつもないコメント数が入ってて、まあ、本当にありがたいなと思ってるんで、まあ、ちょっとこういう世の中のコロナっていう状況かでね、このアメリカに行くっていうのはすごいいろんなハードルがあるんですけど、まあ、逆にでも本当今しかやれないと思ってるんで、ちょっと本当に今年は振り切っていきたいなと、自分のポテンシャルを本当にもうフルに出してやっていきたいなと思ってます。なのでこう結果として皆さんにこうなんかそういう姿とか、まあ一番いいのは成績が出ることだと思うんですけど、まあ、そういうのを見せられたなと思います。